これあんま売れないと思うけど、相変わらず提案したいのは、ん。堀江貴文被害者の会ですうん。ね。まずマネージャー、歴代マネージャーうさん、ん餃子屋の店主、地方のタクシー運転手、コウミクさん、新幹線で堀江さんに座席倒してもいいですかと聞いて怒られた人。こういう人が一章で一人ずつで出てくるって対談形式。俺が対談するそうです。の？なんでいや、振り返ろうってことですね。もう一度あのことを。だよ。なんでだよ。堀江さなんん、で振り返んなきゃいけないんだよ、俺。やっぱ言い過ぎたかもっていうのもあるかもしれないので、堀江さんも最後こう仲良くなるっていういやや、別にいいよ。つ。あと北尾さんとか。いや、被害者じゃないじゃん。あ、北尾さんは違うね。堀江さんが被害者。そうだどっちかって言えば。まあ、でも今の方々はちょっとこうあると思うんで、よ。出てもらってやだ。冷静に振り返っていくっていう。いや、俺はいつでも冷静ですよ。本当ですか？以上、ちょっと盛り上がっちゃったのもあるじゃないですか、やっぱ。いやいや、全然、いつでも冷静ですよ。これは何なの？面白そうですね、じゃねえよ。面白これそう。は何？なんか、これ終わったらアフタートークってのがあるんですか？